YouTube をご覧の皆様、ボンジョールのヒゲゲームズへようこそ、寝るのちです。はい、今日はね、爆絶のカナンですね。ヘンドリクセンを2体積んで、獣神化カムイを2体、運2編成でね、やっていきたいと思います。はい。こっちもね、多分実装されてから、カナンが来たのが初なのかな今日が。おそらく、僕の記憶は確かだ。はい。なので、ちょっとやってみたかったんですよね。カレン・ネイビスより強いんじゃないかなと。強いってことはないか。僕の場合は貫通が結構使いやすくて、カレン・ネイビス反射じゃないですか。まあ、アビリティは同じく重力ワープなんですけども。で、まあ、光属性なんで、ダメージはカレンの方が入ると、まあ、思うんですが、僕は貫通スタートの方が、反感パネルをね、あんまり気にしなくていいんで、使いやすいなと思って、まあ、今回この動画を撮ってみました。はい。結論から言うとね、かなり強いですね。で、まあ、運算でもね、いけなくもないですけど、4分ぐらい、時間かかっちゃうかな。で、まあ、安定がね、あんまりしない感じがしたんで、運にがいいと思います。はい。ステージの説明はあんまりしてないですけど、まあ、両方で対になってるね、アヒルを、同時に倒すと。こういう風に麻痺させていれば片方を先に倒しちゃっても、蘇生されることはないです。はい。で、これも上のね、雑魚ネイビーです。あ、これ下行ったのか。そうですね。はい。上の雑魚ネイビーも横で対になっているのを同時に倒すと。カムイはね、2回触ればね、倒せるんで。はい。こんな感じで突破できます。突破じゃないわ。倒せますと。はい。で、ターバンは、キャノンベースを踏んで、ダメージを与えていくと。あと、カムイの友情はね、どっちも入るので。なんだっけ、14万円以上の友情だったら入るんだったかな、確か。ちょっと詳しい数字が間違ってたら申し訳ないですけど。カムイ、獣神化カムイの友情はね、落雷の方も、拡大爆弾も、どっちも入るようになってるんで。キャノンベース触りにくかったら、カムイ触るという感じですね。はい。ここはこんな感じで、プヨの方を先倒して、アヒルを削っていくと。まあ、上下に分かれてるんでね、入りやすい方を優先してやっていけばいいと思います。まあ、これぐらい削っておけばヘンドリクセンでも倒せると。これも同時倒しなんで、3体同時に倒さないと蘇生してしまうという感じですね。はい。これね、横貫して、ステイしとけばよかったですね。ちょっと角度つけすぎて。倒してしまいましたね。カムイに任せておけば、確実に倒せたんですけど。まあ、狙ってみたくなりますね、あの。ここは角度が浅いと向こうに行けない。ちょっとね、喉の調子が悪くて、声がちょっとこんな感じで聞き取りづらいかもしれないんですけど。熱とかは別にないんですけどね。喉、なんか、乾燥しちゃってる感じ。はい。これで突破かな?おそらく。そうですね。あ、突破じゃない。いつもこのターバンのこと忘れちゃうな。雑魚処理がね、とにかく重要なクエストなんで。ターバン以外倒し終えたらね、ほっとしちゃうっていうか。はい。強い。アドルフォ。はい。ここはね、上下のターバン、数字が、電撃がね、即死の電撃が来るまでに。ターン数が違うので、ターン数短い方を先に、倒すという感じですね。はい。まずはビットを処理して、その後キャノンベースを踏んでいくと。友情だけでね、ビットを壊れちゃいましたね。強いな、本当に。
今のこのヘンドリクセンの角度からこういう風に入っていくのが入りやすいと思います。だから上をあえて狙わずに、こういう風に。で、ひし形にこういう風にね、ワープとキャノンベースのこのひし形の形ありますよね。この形になぞって、弾くと結構、長く踏めるんじゃないかなと思いますね。はい。これどれぐらい出るかなと思って使ってみました。かなり強いですよね。SS1 本で、まあ、2段階目のやつ1本であれぐらいいけると。はい。これちょっと怪しかったですね。順調ですね。安定してます、すごく。はい。で、ここはね、真ん中のザコネミーズが対になっている。あと、下のクヨと上のアヒル。縦で対になっているって感じですね。なんで、こういう感じで友情を拾いながら、まあ、クヨを退治して、ダメージ出たところを倒していくと。これの場合、縦ですね。縦を先にやっちゃう。はい。真ん中のザコネミーズは蘇生されちゃいますが、まあ、普通はね、後回しにしても、そんなに倒すのは苦じゃないので。はい。これもできれば左に行きたいですね。で、今みたいに45度で弾いてると、こうやって間を縫って、すり抜けていけることが多いので。はい。これね、右のキャノンベースに、ダダダッと行って、倒しちゃうって手もあるんですけど、全然気づいてないですね、この時僕。まあ倒せたんでよかったですけど。今ぐらい削ってればね、キャノンベースで多分いけたんじゃないかなと思います。この拡大爆破弾がね、めちゃくちゃ強い。この位置から当てるともう、こんな感じでダメージ入っちゃいますね。はい、ボス戦です。6分27秒。いいペースじゃないかなと思います。2つ入れてね。はい、ここはね、上の2体。上のザコネミーズがツイ。で、このミーズは常にツイになってますね。で、ウヨとアヒル。上行けな。そうですね。上はこれで OK。確か右の方のプヨの方に行くんじゃなかったかな。違った。何回かね、撮ってたんで、ちょっと記憶がこんがらがってますけど、まあ、これぐらい削っておくとね、次が楽ですよね。友情で行くんじゃないですか。行きましたね。で、この拡大爆破弾が飛んでく位置とかをね、なんとなく分かってれば、もう殴りに行かなくても大丈夫になっちゃいましたね。で、カムがこんな感じで殴りがめちゃくちゃ強いんで、こうなってからもうキャノンベース踏むだけです。ヘンドリクセンはキャノンベースとカムイ。はい、ボス位置はもう難なく突破ですね。で、ここはね、対になっているのが上のザコネミズだけなので、これ簡単に処理できますね。で、下のね、マンドムが結構痛い攻撃してくるんで、なるべく早く倒した方がいいと思います。カムイでね、往復すれば倒せるのかな。はい、処理完了ですね。あ、痛い子いて、マンドも即死か。まあ、こんな感じでね、上反射で下入っていけばダメージ出やすいと思いますね。で、その下にキャノンベースがあるんで、倒すとその展開されると思います。
下のね、ベースを踏みに行きたいんで、ちょっと今ね、上に寄っちゃってるんで、あんまりこれ配置的には良くないですね。はい。こういう感じで踏みに行ってるんですけど、まあ抜けちゃって。角度はあんま良くなかったですね。はい。これ多分キンハート取るよ。そうですね。で、次のカムイで SS 打っちゃいますね。2段階目の状態で、これぐらいのゲージから5分の4ぐらい。うん。残り5分の1ぐらいまで削れます。まあ、回復されたとしても、ヘンドリクセンの SS が3分の1削れるんで、カムイを打った後にヘンドリクセン直後に打てば、ほぼほぼ倒せると思いますね。もうターバンの処理を無視しても大丈夫です。こういう場合は。はい。強い。はい、ラストゲージですね。これもマンドも優先した方がいい。で、ここが左のアヒルと左のプヨ。右の今蘇生されたプヨと右下のアヒルが対になってます。で、ここも45度の感じでこう降りてきます。はい。カムイで倒すのは多分楽だと思いますね。まあ、ヘンドリクセンで削っておくっていうのもありですけど、これも左下45度に打って上に上がっていくと。はい。こんな感じです。で、ボスの、周りにね、ターバンがくっついてるんで、それを、まあ、キャノンベースを使って倒して。で、ここでね、僕 SS なんで打たなかったかちょっと全然わかんないんですけど、これ SS 打って、その次のカムイ打てば終わってると思うんですよ。なんか多分 HP 気にしてね、ハート、フリ行ったのかな、もしかしたら。うん。全然終わってましたね、今ので。あ、打てばよかったって気づいて、ここでカムイ打ちます。はい。ね、もう3分の1以下でしょう。さっきので全然いけてましたよね。はい。ここまでね、見てもらったら分かると思うんですけど、かなり安定してませんか？僕はカレン・ネイビスよりヘンドリクセンの方が使いやすい印象ですね。運2で安定周回ができるんじゃないかなと思います。まあ2台持ちの人は僕みたいな感じでね、2台使ってやれば楽だと思うし、まあ友達と2人でやる分でも全然回りやすい編成なんじゃないかなと思います。はい、こんな感じでした。はい、他にもね動画上がってるんで、よかったら見てみてください。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら高評価、チャンネル登録、良かったらツイッターもフォローしてください。ではでは、チャオー。